30分ほど、ご勘弁ください。では早速読ませていただきます。最初は擬音語をテーマにした作品を、あ、マイク大丈夫ですか？はい、声だけなんで聞こえればいいぐらいの、擬音語をテーマにした作品を一つやらせていただきます。聞いてください。祇園祭り第3絶望という名の列車。アホボゲカス、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 アホボゲカス。あらゆる穴があったら入りたいと私を乗せた列車が南へ下る、加速していく。アホボゲカス、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 アホボゲカス。車内で寝過ごして2時間遅刻した会社の電話で、はい、川原ですって言っちまったクレーマー対応で名前を噛んだ女性の主張をおかんと呼んだ。青ぼやかす、青ぼやかす、青ぼやかす、青ぼやかす。来客のコーヒーに塩を入れちまった、名刺と間違えて T カードを出した、税務署のあたりに刑務所と書いてその前コピーに100枚吸った。青ぼやかす、青ぼやかす、青ぼやかす、青ぼやかす。誕生日の先輩を残業をさせちまった、誕生日の彼女に会えなくなった、メールの最後に愛してるって書いて間違えて同僚に生かそうしてしまった。アオボイカス、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 アオボイカス。このまま消え入りたい私がただ悲しくて泣くのは、あかん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 。真っ赤に泣き晴らした踏切が走り去り、自己嫌悪の列車は鉄橋へ、バカ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 。青ぼやかす、青ぼやかす。あらゆる後戻りの効かない夜にも容赦なく朝は訪れ、列車は停車駅へと理性を取り戻していく。青ぼやかす、青ぼやかす、青ぼけ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 かす。と後悔を絞り出すようにして列車が足を止め、最後に「そうバカ!」と言い捨てて現実への扉が開かれる。降りないわけにはいかない。ああもう着信が入った。車掌は警告した。お乗りの方は落ちた人が死んでからにしてください。4末でした。ありがとうございます。